行くぞ。超ボイカの術。どうなってるんですか。長次さんの超バイカの術、話には聞いていたけど、こんなに。あんたら忍びだったのか。はあ、ありがたいや。おい。頑張って、今は長次さんだけが頼みなんです。あと少し、あと少し、あと少し。昔アスマ先生もよく修行中僕に言ってたよ。今自分にできることだけに集中すればいいんだって。今自分にできること。少しでも岩が動きやすくなれば。よっしゃ、俺も押すぞ。まあ、見てるだけってわけにはいかないよね。さて、よっと。行くぞ。行くったって、俺たちなんかに。よそ者にばっかいい格好はさせられねえだろ。そうだな、この村を、温泉を取り戻すんだ。おー、もっと引け。絶対動かすんだ。きっとあと少しで。うわ、